開けてください。ですね。この歴史に入りましたね。歴史に入ってちょっと、開けてほしいんですけれど、28、29をちょっと開けてください。ここの話は終わりましたか？これ中でね。やってみてね。じゃあ、30に33とか開けてください。鎌倉から安土桃山までです。ですね。どこまで解きましたか？そうしてないでしょ？まだ。7、8個してないですね。今日8と9なんやね。じゃあ、赤ペンで書いてますかね。30に33。ちょっと赤ペンでまず答えをダッシュで書いてもらっていいですか？その後説明します。30と33のところ、赤ペンで書いてください。こうです。じゃあ答えないと、パソコン。パソコン。32、33ですね。32、33。答え会長。会長ね。その次のページは？その中で大事と思うとか、マーカーで塗ったりとか、ノートに書いて覚えたりとか、書いてる人は、マーカーで塗ったり、ちょっと覚えたりしましょう。大事なところ、わからんところで。
ちょっとポイントを説明して、次のとこも変えてもらいますからね。はい、じゃあ行きます。マーカー用意してください。マーカー用意してください。で、ノートも用意しておいて、ちょっと書いて練習しましょう。いいですね。はい、段の裏で、ページが滅びたんですね。文章のところを見てください。で、源頼朝は国ごとに守護ですね、地頭を置いた。はい、守護と地頭といえば頼朝を思い出してください。マーカーで塗りましょう。ですか。守護と地頭を置いたのは源の頼朝です。ですね。守護はまあ県知事、地頭は税金を取り立てる人、そういう働きをしますね。マーカー塗ってますか。大丈夫ですか。ちょっと補足説明していきますからね。頼朝が守護と地頭を置いた。で、この守護がね、後の守護大名になって、そして戦国大名に育っていくわけよ。各県知事なんで、その人たちが力を持っていって、大名になっていきます。ですね。はい、その次ですね。ちょうど昨日の通常授業でやったとこと、本当リンクしてますね。重なってます。ご恩と奉公の話をしました。いいですね。まず、将軍と御家人だけマーカーで塗ってください。2番、政治のとこですね。将軍に忠誠を誓う武士を御家人と言います。覚えてないよ。教育的指導、教育的指導。はい、将軍と御家人をマーカーで塗って、その関係がご恩と奉公というね、強い関係で成り立っている主従関係。これを封建制度と言いました。ですね。はい、執権政治です。後鳥羽上皇が承久の乱を起こした1221年と後鳥羽上皇の承久の乱をマーカーで塗ってください。さっきから人に言われてきちゃっても、こんなこと。頑張れ。いいですね。後鳥羽上皇が承久の乱を起こした1221年。で、それがきっかけで六波羅探題を置いた。この流れが大事です。いいですね。OK ですか。今、武士中心の世の中に動いてるわけですよ。ここの文章の中ね。文章の中ね。武士中心の世の中になりました。ね、それを天皇中心の世の中に戻したいと思った。だから後鳥羽上皇が反乱を起こした承久の乱。で、結局幕府が、天皇がね、信用できない。またこういう反乱を起こすかもしれないということで、六波羅探題を京都に置きましたということですね。で、この前も言いましたように、今まで天皇が絶対的な力を持ってきた時代から、武士が力を持つ時代に変わったんですね。天皇を監視するわけですから、武士がね。承久の乱と六波羅探題は結んで覚えない関係。はい、ノートに承久の乱と六波羅探題、漢字の練習をちょっとしてください。ですか。六波羅探題書けない人いると思うんですよ。もう絶対ひらがなダメよ。ひらがなダメ。承久の乱が起こって六波羅探題を置いた。はい、漢字書けるようにしてください。で、まあ、これが、今は鎌倉って関東ですからね。鎌倉って関東。で、六波羅探題はそう書いてあるように、朝廷だから京都なんですね。で、関東は東、朝廷は西。だから幕府の力が西日本に広まったというのはそういう意味なんですね。関東中心でしたけど。つまり、これが全国制覇の少しイメージが湧いたんで、関東中心だったのが、その京都まで行った。ということはね、大きな2つの都を抑えるわけですから、都市を抑えるわけですから、それが全国制覇というイメージが湧いたんじゃないですか。で、1232年、北条泰時は武士の法律である御成敗式目を定める。はい、北条泰時と御成敗式目をチェックしましょう。この年号覚えやすいですよ。1232、覚えやすいです。
1221も覚えやすいけど。はい、民衆の生活です。二毛作って何かというと、二期作と二毛作は違くて、一年間に二つの作物を、別の作物を作るのを二毛作というですね。例えば、稲と麦とかね。そんなイメージ。二毛作。お米を二回作るのは二期作と言いますよね。まあ、それだけどういうことかというと、農業が発達したということです。今まで1回しか育てることができなかったのを2種類育てることができるようになったと思うんですね。はい、じゃあその次行きましょう。鎌倉の文化ですね。この前言いました、つれづれ草とかが鎌倉です。はい、平家物語、つれづれ草マーカーで塗ってください。で、昨日の通常授業で言った枕草子と紫式部の源氏物語は平安ですからね。いいですね。ですか。894年何を廃止しましたか。遣唐使ですよね。白紙に戻す遣唐使。遣唐使を廃止して国風文化。国風文化で仮名の発明。仮名の発明があったから文章を書けるようになって枕草子と紫式部の源氏物語が書かれたというかね、作品ができたわけですね。でもそれは平安なんです。で、鎌倉が都前草と書いてつれづれ草ね。これちょっと何人かつれづれ草書けなかった人がいるので、つれづれ草書いておいてください。はい、漢字練習しましょう。つれづれ草、健康奉仕ですね。吉田健康、正式名称は吉田健康。お坊さんだったんで健康法師。つれづれ草。はい、つれづれ練習しましたか。とにかく漢字練習しましょうね。漢字練習しましょう。ひらがなはやめてくださいね。本当に中3ですからね。もうすぐ高校生ですから、つれづれ草とか小学生になりますので。さて、元が攻めてきました。元寇ですね。文永の役と公安の役ですですね。その時の執権、北条時宗、確か、みんなとあんまり年齢変わらない、16歳だったと思いますよ、北条時宗。2万ぐらいのね、軍隊の大将ですからね。どうですか、皆さん。自分の下におじさんたちを含む2万人ぐらいと指示出さない感じですよ。できますか。お前、あっち行けと。すげえ。はい。若かったんです、北条泰時。あ、違う、北条時宗ね。泰時が上映式目、御成敗式目。で、執権2人覚えておけばいいです。北条時宗が元寇の時の執権です。はい、時宗も書きましょう。北条時宗と元寇書いておいてください。元寇の時の執権は北条時宗。はい、昨日も話をしましたが、元が勝手に自分で沈んだので、それで報奨金をもらえなかった。要するにね、お金で勝利でお金をもらえなかったんで、御家人にお金を渡すことができなかった。それで特性令を出しました。特性令は借金を返さなくていいという令ですよね。ね、例えば土地を売ったりして手放した土地をタダで返させる、そういうことです。御家人が土地を失ったりしてましたから、それを戻せということですね。はい、何年ですか。鎌倉幕府の滅亡、結構覚えやすいよ。1333ね。上の年表見てください。
関数じゃね、これ。鎌倉幕府が滅びる1333ですね。はい、後醍醐天皇と足利尊氏。どうも同じところに書いてあるから、僕は勘違いしちゃったかな。剣舞神聖、次の年と思ってたけど、1333でいいんですね。剣舞の神聖です。はい、室町幕府。後醍醐天皇が剣舞の神聖を行う。ね。貴族重視の、政治に不満を持つ新たな天皇を立て、ですね。足利尊氏でした。足利尊氏が新たな天皇を立てた、これが北朝だという話をしましたね。で、後醍醐天皇が吉野に逃げたんですね、これ。移るという漢字で書いてある、逃れました、逃げました。で、これが南朝ですね。で、南北朝時代ができます。はい、足利義満が南北朝を統一しました。天皇を一人にしたということですね。で、幕府の仕組みを整える。はい、慣例と言います、慣例。右の仕組みを見てください、幕府の仕組みですか。ついでに、鎌倉幕府の仕組みのこのイラスト見てもらっていい？鎌倉幕府の仕組み、イラスト。将軍の下に執権がいます、そこをマーカーで塗ってください。四角い枠で書いたところですよ。将軍の下に執権がいます。ですね。ぶっちゃけ執権が立派やったら将軍って飾りだけですからね。ですか？将軍に、いや、あなた仕事しなくていいです、私がしますよって言って、執権が力を持ってたと。で、将軍の下に慣例がいますね。はい。室町幕府は執権じゃなくて慣例。で、慣例が3人いたんで、三慣例って話をしましたね。みんなで話をしたから幕府として弱かったという話までしました。いいですか？義満が作った室町幕府ですけれど、はい、まあ、将軍のね、力が弱かった、慣例も力がなかったので、守護が守護大名へと成長、はい、そこですね。守護を置いたのは誰でしたか？守護を置いたのは源の頼朝。頼朝のところに守護を置いた。それはちゃんと頼朝を任命したわけね。はい。あんたは福岡の県知事になんなさいみたいな感じでね。ところがそれがだん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 成長して大名にまでなったということになります。はい、右上行きましょう。日民貿易。義満は倭寇を禁じ、正式な貿易船であることを証明する漢語を使って貿易を行いました。はい、だから日民貿易は別名、漢語貿易と言いますね。漢語貿易。はい、漢語貿易を始めたのは何年でしょう？1404。書いておいてください。1404。いいですね。貿易って4つあるんですね。平清盛が始めた日宋貿易ですね。そしてこの日民貿易、漢語貿易、別名ね。義満が、始めました。足利義満。1404年ですね。古来が滅び、まあ、古来と言いますけど、滅び、朝鮮国が成立。ここから朝鮮が始まります。沖縄では少子が琉球王国を建国し、中継ぎ貿易で栄える。江戸地では和人がアイヌ民族と交易を行う。はい、室町時代ですね。運送倉庫会社の馬借屋というマーカーで塗ってください。はい、そして、商工業者の同業団体がザですね。楽一楽ザのザです。もっとよく出るのがですね、農村で層が出ます。二毛作が広がり、糞や堆肥を肥料に用いる層による自治ですね。はい、農村で層というね、まあ、グループができるわけですね。はい、ですから土層や酒屋を襲って借金の帳消しを持っている土一揆、まあ、土一揆ですね。どっちでもいい。まあ、普通一般的に土一揆って習ったと思います。が起こります。はい、戦国時代。1467年ないですか？応仁の、ああ、変えちゃった。1167年、応仁の乱マーカーで言ってください。ここから戦国の世の中に入りますが、
まだ将軍は滅びてませんので、とりあえず細々と室町時代なんですね。まだ細々と室町時代ですですか。でその時に戦国の世の中になってしまい、戦乱の世の中になって、そのきっかけになったのが応仁の乱ですね。応仁の乱きっかけになって戦国時代になります。でさっきのやつが、守護大名が戦国大名になるんですね。有名な下克上、はい、マーカー塗りましょう。はい、これ漢字練習してください。下克上、下のものが上に取って代わるね。今まで信頼してた部下が自分が寝てる時に首を切りに来たりとかね、安心して寝れないという、当時の将軍ではないという、まあ、大名は不眠症になったんですね。寝れない。いつ部下が裏切るか分からない。怖い時代ですね。はい。下克上でした。で、戦国大名が登場して文国法を作るという、まあ、国ごとの法律だったと思います。で、室町文化。15世紀前半、気をつけてね、はい、集中力が切れるけどね、室町文化、15世紀前半は金閣、はい、の観阿弥世阿弥、はい、そこマーカー塗りましょう。義満が北山文化ですですね。足利義満は北山文化ですか。はい、で銀閣、書院作り、水墨が東山文化ですね。義政、足利義政、銀閣、この時一寸法師ですからね。一寸法師最近活躍してますね、au のね、au の CM でね、はい、なんかすごい、はい、で、ヨーロッパ人の動き、はい、キリスト教、はい、十字軍の遠征、1096年だと思いますよ、十字軍の遠征、カトリック教会のローマ教皇権威を握る、イスラム国の国が勢力を伸ばすと十字軍を組織で戦った。もうこの時からキリストとイスラムの戦いがあったんですよ。今イスラム国が出てきてしてるみたいなもんじゃないですね。エルサレムの奪還ということで、エルサレムをね、イスラム教徒が、まあ、そこを取ったので、十字軍を形成してキリストがね、そのエルサレムを取り戻そうとして遠征をした。200何十年続いたって話をしました。ちょうどこの頃院政、日本では院政をしているという話ね。1086年院政が始まりました。さあルネッサンス、なんか昔しましたね、ルネッサンスというか乾杯してるのね。古代の文化をもとに新しい芸術が誕生します。文芸復興と思いますね。さあ宗教改革覚えてますか。年号1517年書きましょう。ルター1517年、この年号は結構大事ですよ。ルターの宗教改革、はい、左側の年表で確認してください。書いちゃうはずです。1517年、ルターが宗教改革を始める。もう今年はね、去年成功したんです。それで年表をバンバン見ながら勉強していきましょう。俺年号をね、覚えた方が時代の流れ掴みやすいと思ってるので、自然と覚えますよ。1517年って言ったら、ルターの宗教改革とかみんな言えるようになるんで。はい。ですね。はい、この当時、教会がひどかったって話をしましたね。教会が免罪符というのを出して、罪を犯しても、お金払ったらその罪が許されるみたいな。お金持ちが天国な時代だったのね。で、それはおかしいだろうと。ね、キリストは全ての人々を救済するための宗教ということで、バイブルね、聖書に戻れと言ったのが宗教改革のきっかけだったということですね。はい、プロテスタントが生まれます。まあ、これはその教会のキリスト教に反対するですね、改革派ですね。で、カトリック内ではイエズス会を組織しました。イエズス会、この人ですよね。この人。ね。そんな感じですね。はい。ザビエル君。ね。ザビエル、イエズス会から派遣された。で、大航海時代ですね。アジアの物産を求め、新しい航路を開拓しました。
1492年、はい、これも覚えましょう。コロンブスが、アメリカって書いちゃうけど、西インド諸島でしたね。はい、アメリカではありませんでした。西インド諸島。アメリカに本当に上陸した人は、アメリゴ・ベスブッチさんなんで、そこからアメリカという名前を取ったんですよね。で、1498年、バスコ・ダ・ガマ、インド航路発見。すごいよね、この時代ね。船とかもそんなに大きな船なかったでしょうけど、よく世界一周とかしました。ただ、これ、マゼランさん、かわいそうに途中で殺されました。だから、マゼランとその友達だしです。マゼラン一向近いですが、そういう意味です。マゼランとその部下たちが世界一周をしましたというですね。いや、当時そうでしょう。いきなしなんか白いで大きいやつが来てね、島にこう乗り込んでいくと、あいつなんだみたいなゴッとやるよね。言葉も通じるわけですから。簡単に世界一周とか今と違いますよ。今みたいに平和な時代ないので、ね、敵とみなしてすぐ殺そうとするでしょう。はい、次で安土桃山時代。ヨーロッパ人との出会い、1543年、種子島の鉄砲、はい、そこマーカー塗りましょう。43年が鉄砲伝来、49年がザビエルがキリスト教を伝えました。だから、ね、戦争と平和みたいなのがね、非常に誓いとして、できました。543は覚えやすくないですか、鉄砲。1543、数が減っていってね。でその6年後にキリスト教が来ましたので、ですか。で、ザビエルがキリスト教を伝えました。スペイン人、ポルトガル人と南蛮貿易。はい、こう大事ですよ、南蛮貿易。スペイン人、ポルトガル人と南蛮貿易を始めました。代表が織田信長です。織田信長で覚えておいてください。織田信長。下とリンクしてます。織田信長ですね。南蛮貿易、矢印を引っ張っておいてください。はい、これで貿易は3つ出てきました。日宋貿易誰ですか？日宋貿易。平の清盛。日宋貿易平の清盛。日明貿易、漢語貿易誰ですか？足利義満。何年ですか？いやば。1404。ですね。はい。1404。ですね。そして南蛮貿易です。織田信長。最後に、豊臣秀吉、徳川家康の朱印船貿易です。それで貿易が完結します。貿易中名前が付いちゃうのは4つ。日宋貿易、日明貿易、まあ別名漢語貿易、そして南蛮貿易。で、最後に朱印船貿易ですね。ということで、やっぱりパワーがある人たちが世界と貿易しようとするんですよ。パワーがある人たちですね。もう織田信長とパワーの塊やったでしょうからね。桶狭間の戦い、これ有名なんですね。自分の軍が何千、2000か3000ぐらいしかないやったじゃん。相手が1万か2万ぐらいおったんでしょ。勝つわけないですよね。絶対、今川義元の首取れば、昔は大将殺せばもう勝つんで。部下がなんか大将殺されたっけって言って、大将殺されたらみんながもう母、その家来になるという時代ですから、今川義元をやっつければいい。で、義元が、桶狭間というね、有名な、こっち海ですね。こっち海。で、こっち山なんですよ。で、ここに陣地を構えちゃったんですね。で、ここに義元がおったわけですね。ここから馬で降りてきました。ひよどり越えの馬落としといってですね、すごい、絶対普通馬じゃ降りられんような斜面をゾーって馬で降りていって、吸収して、これで義元をやっつけたんで、あいつはすごいってなった。小さな国だったんですけど、今川義元結構大きなですね、何万人かの大軍持ってましたからね。もう、それしかないでしょ。人数が少ないのに。まともに正面から戦ったら絶対負けるわけですから、奇襲攻撃をした。ね、桶狭間の戦いです。で、勢力を広げ、義明を利用して実権を握るんですね。実は、室町幕府を滅ぼしたのは織田信長でしたね。
はい、そこを見てください。1573年、義昭を京都から追放して室町幕府を滅ぼす。やっぱ将軍がいたら幕府って、なんちゅう、倒れないですよ。やっぱ将軍がいるとまだ幕府が存続してるわけですね。さて、長篠の戦いで武田勝頼を破り、この時に鉄砲隊を使ったんですよね。鉄砲を使いました。鉄砲は何年に伝来しましたか。1543543、その何年後にキリスト教がやってきましたか。6年後ね、1549ですね。いいですか。はい、ということでした。で、鉄砲年代で、その鉄砲を大量に真似して作って早速戦いで使ったのが織田信長でしたですね。はい、安土城を築いて楽市楽座、はい、そこまで見ましょう。今のゲームセンターじゃないですよね。あーとか言うですよね。なんかこんなんポッとかしてね、ぐるぐる回るとね、こんな狭いとこ楽市とかでポッと、あーと、あれ見たとき行きたくないんかお前たちはと思いましたけどね。喜びよったらいいんですけど、家にいるより楽市楽座で、で明智光秀にそのから本能寺で自害しましたと。で豊臣秀吉ですね、信長の後継となり大阪城を築きました。関白に任命され1590年全国統一。さて、戦乱の時代は何年でしたか。何から始まった戦国時代。1467年、何でした。応仁の乱ですね。1467年から1590年、約100年以上です。戦国時代だったんです。豊臣秀吉の全国統一。ね。はい、太閤検地と刀狩り。これをチェックでしょう。秀吉がしたこと、太閤検地。ね。して刀狩り。ただ、ちょっとこの人、後半でちょっと頭がおかしくなったと言われる。出るんですよ。朝鮮に出兵して失敗したんですね。大軍を朝鮮に派遣ですね。朝鮮の抵抗秀吉の死で全軍が引き上げましたということですね。はい、桃山文化、安土がですね、織田信長って言いましたね。桃山城が、豊臣秀吉のお城でした。でだから豊臣秀吉の時代、桃山文化。はい、加納栄徳ですね。加納栄徳、それから千の利休。まあ千の利休は特にお茶の字有名なんですけど、超絶仲が良かったんですよ、秀吉と千の利休。ところが千の利休がものすごく人間ができた人なので人気が上がってきて、秀吉がちょっと嫉妬したんですね。殺しました、千の利休ですね。はい、恐ろしい時代ですからね。気に入られちゃうときはすごいんですけど、ちょっとなんか気に入られなくなるとそういう時代になります。はい、ということでこれは時代の流れなので、36、37を開けてください。ここ赤で書き込んでる人いますか。赤で書き込んでますか。書き込んでる人、これ今書き込んでる、すごいね、すごいね。実はですね、もう終わりたいんですよ。割と先に他の科目がだんだん終わりつつあるので、これで36、37と40、41赤ペンで入れてきてください。早く歴史終わりたいと思います。でこれをどんどん使っていきたい、これを使っていきたいので、ちょっとこっちを早く終わらせたいと思ってます。はい、あとですね、シードの塾長が作ってきてくれた立派な資料があります。特に俺の名前なんて印刷幸せですよ。はい、どんだけ人がいいんやろうかと思いますけど、もう出席です。で、これ配りますので、大事に使っていきましょう。さあ、ごめんね、ごめんね。はい、後ろに回してください。コクを出してください。1台ぐらい解きましょうね。
なんかあるかな。はい。もらったらすぐ名前を書いておいてくださいね。名前を書いておいて。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、国語をちょっと出してもらって、もうダッシュでちょっと1問だけ出して終わりたいと思います。国語だけ講座が遅かったですよね。第5講座第 7? 本当、あ、そうか、俺途中で先生と交代したっけ。はい、第7講座の確認問題だけちょっとダッシュでやりましょう。獲得は少ないんで、すぐ終わります。これラストです。頑張りましょう。
いいですか。はい、じゃあ赤ペンとかマーカーを用意してください。いいですね。3つしかないけどね、問題はね。はい、じゃあ行きましょう。はい、結論いきます。第一段落の一番最後のとこです。下の番号で言うと10行目。はい、今からいうとこマーカーで塗ってください。静かで気品があり、何かを考えているようであった。はい、静かでからあった。でもいいし、ルーヨーで終わってもいいという模範解となってます。まあ、あったでいいんじゃないですか。静かで気品があり、何かを考えているようであった。はい、できた人。静かでからあったを選ぶ人。あ、はいはいはい。素晴らしいね。はい。次です。筆者の見方をまとめて述べている段落。例えば一番って具体的な、ね、なんか昨日に落ちてきた話でしょうし、それを受けて、ちょっと考えていますが、あんまり深くは考えていません。やっぱり何と言っても4番でしょう。考え方をまとめた4段落。ちょっと見てください。限度を超えて木を切れば森は死ぬ。木に限らず草や動物や小昆虫まで含めて、それのうちどれ一つ失っても森は森でなくなくなる。なくなる。森は森全体で一つの生き物なのだ。森は生きている。森と一緒に人間も生きている。はい。のが作者の考え方。筆者の考え方。はい。問い2。これはわかります。怒ったでしょ？おい、脅かすなよ。俺さんは誰だと思ってるんだ。とか怒ってるわけでしょ？車に傷がついたかもしれない。でも最後を見てください。30行のところ。親しみを感じ、今でも大切に持っている。そこも赤字ってください。最初は車に傷をつけたんじゃないかと思って怒ったけど、今は親しみに変わっています。うが正解です。うが正解です。いいですね。はい、もう国語はとにかくその時その時で解いていきましょうということにしてますのでね。あえて、宿題は出しませんので、とにかくその時一生懸命考えてください。いいですか。はい、では。終わります。前半戦お疲れ様でした。これで帰る人は学校の宿題とかもバリバリやり寄ってくださいね。後半戦に入ってきましたからね。はい、じゃあ終わります。はい。で、よっしゃ、よっしゃ。あ、リカ、これ、言ってなかったね。リカ、いいっす。書かせます、今度。はい。実は、もう書くとこないです。テストになってる。Okay.